ここは福井県の敦賀市、 JR 西日本北陸線の新式台駅です。ちょっとじゃあ簡単に紹介始めたいと思います。湖西線とかと違ってここは地上だから線路の上をダイレクトに歩く感じですね。電車来るとこれ降りるで、この道あの道をその手前に見える道をずっと奥へ行くと車庫があります。歩いて行ったら行けます。多分本当は行っちゃまずいと思います。大見塩津駅をからだ見ると長いトンネル出たすぐですね。あのトンネル、自動販売機が2つあります。建物はちゃんとありまして木造ですね。木造のちょっとレトロな感じの建物です。で、この駅の名物みたいなものかなは、なんといってもこの写真がいっぱい展示しているんですね。ずらーってあれ、なんか変なもんがあるぞいちいち三景だまあ外から見るとこんな感じ。正直可もなく不可もなくというか、まあまあって感じですかね。ただこの先2つ行った南今城駅と敦賀駅は建物すらないので結構いいと思いますあるだけ。IC はありません。券売機もありません。ちょうど湖西線京都方面からの電車と、もっと米原方面からの電車がちょうど大見塩津駅で合流して、それでこっち向かうので、この辺の割には、この辺りの割には本数は多い方だと思います。ほらで、主に通る列車は、もう定番の223系とサンダーバード、あと白鷺ぐらいですね。貨物もそこそこ通ります。暖房設備ありません。だから冬寒くて夏暑いって、なんでハンガーあるんだ
ここで駅ノートってあって、駅ノートってあってみんな好きなことを書いてますねほら、まあ交換日記というか絵日記というか、なんか足跡みたいなものだと思えばいいですかね。今冬なのでかなり殺風景で枯れてて何もありませんあれ枯られてる前ここ草ぼうぼうだったのにで、ここは全日無人ですね。完全無欠な無人駅ですね。人いませんこの辺りではほんまに無人って珍しいこの辺りは、すぐそこが3565だと思います道路で、ちょっと行ったとこに8号線と合流しますね。何もありませんこの辺は見どころも大してありません、言っちゃダメだけどでは、ご視聴いただきありがとうございます。